は。アンシャテ TV のお時間でございます、カメラマンチーム珍しく真面目に今回皆様にお得な情報をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと自己紹介が遅れました。私、アンシャテカメラマンの野沢と申します。よろしくお願いします。はい、ということでですね、本日は、アンシャンテが、一番今お一押しの商品ウェルカムボードというのをご紹介したいと思います。では早速、じゃん、これとっても素敵ですよね。こういう風に素敵なお写真を額に入れて、結婚式場のゲスト様をお迎えする素敵な一枚として置くという会場にそれがウェルカムボードなんですけれども、アンシャテはこういうお写真をアンシャテで撮ったものをこんな風にデザインをして文字を入れたり写真をプラスしたりして、アンシャテ独自の素敵なウェルカムボードというのを一人一人のお客様に合わせてお作りしています。でちなみにですね、これが A3 サイズですね。はい、このお写真縦なんですけれども、もちろん横のお写真でもお作りしていくことができます。どんどん紹介していきますね。続きまして、ボン、こちらどんどんサイズは少し大きくなりまして、 B2 サイズのウェルカムボードになります。こちらの大きさはですね、とってもおすすめなんです。なんでかっていうと、とっても会場に置いた時にとってもインパクトがあって、ゲスト様の目を引くんですね。なので素敵なお写真をこんな風な形に残して、で結婚式が終わった後はお家に飾るのもいいんじゃないのかなと野沢は思います。それでですね、まだまだ続きます。よいしょ、こちらのサイズです前が見えない前が見えないです。こちらが D1 サイズといいまして、一番大きなサイズになっております。見えるかな。はい、素敵ですね。写真ってやっぱり大きければ大きいほどインパクトがあっていいですよね。はい、とっても素敵ですし、こうやって写真をいくつも組み合わせて一つのウェルカムボードにすることができます。こういうデザインも一つ一つ、お客様とご相談しながらお作りしているので、お客様だけの特別なウェルカムボードをお作りすることができます。でも私個人的にはちょっと開けていただきまして、これですね、こうやってシンプルにじゃん、1枚の写真をかっこよくシンプルに載せるのもいいのかなと思います。やっぱり B2 サイズなんですけれども、こちらがなんかお家にも飾りやすいですし、なんだか会場に置いても寂しくならない、なんか一番いいサイズなのかなと思いますので、ぜひぜひこのサイズでなんかゲスト様の目を引くのもいいんじゃないのかなと思います。もちろん大きいサイズもおすすめですけどね。こちらぜひウェルカムボード作りたい、そういう場合はぜひぜひアンシャテのサイト、お電話お待ちしております。チェックお願いします。以上、本日はウェルカムボード紹介でした。野沢がお送りしました。バイバイ。